平成30年間、災害等々いろいろ厳しい時代、上皇となられて天皇陛下、今ほっとしておられる頃かと思いますけれども、いずれにしてもこれまで我々を慈しみ、いろいろ見守り祈っていただいた平成天皇上皇陛下、そして新たに金城陛下となられた令和天皇に対して、心からそのいやさかとこれまでのお力添え、ご後輩ご配慮に改めて感謝を申し上げる次第であります。本当に長い間お疲れになったと感謝を申し上げます。ありがとうございます。新たに始まった令和、我々はこの令和という新しい時代を創造していかなければならない責務があります。思考会、まさに公を胸に秘め公を志した政策集団思考会であります。我々は少なくとも平成から残された多くの問題、数々あります。間違いなく少子高齢化の問題にしても、財政再建の話にしても、また我々を取り巻く諸情勢、海外の諸情勢